そしてですね、この Q27 が銅なんですけど、ありがとうございました。お子さんの以上の、お話をね、踏まえまして、当教室では以下のようなお手伝いができるのではないかと考えておりますというふうに言って、もうここでですね、個別支援計画の仮の案を提案してしまうというやり方を私は、ちょっと今日ご提案したいなと思うんですね。ということは、頭の中で聞きながらやっぱ作っていく必要があるんです。で、それはちょっと難しいというか、経験がいることではあるんですけど、そういうふうにして、ここでしかも3つ、さっきのこの事例のようにきれいに出てこなくてもいいんですけど、とりあえずこの1つかなとか、とりあえず2つまでは出たなっていうのがあったら、そこでお伝えしてしまってください。それが親御さんにとって OK かどうかっていうことですね。じゃあそういうことで、じゃあそれはぜひよろしくお願いしますって言えば、それをそのまま個別支援計画に、もちろんその現場でね、どう実現するかっていう書き換え多少あるにしても、使っていけますので、それをやっていくと保護者さんの要望というものをしっかり踏まえた計画というものができていくわけです。だけど、実際に後で、後半でやりますけど、検討していったら、いや、これはちょっと今の教室では取り組めないなとか、優先順位そっちじゃないなっていうのがあるんで、そこは違っていくこともあるんですけれども、そこで最初にこの段階で提案してしまうという方が、後で、お子さん、親御さんとのこう要望のずれが生じにくいので、このやり方をお勧めします。で、こういうふうにこう個別と、集団があるんですけれども、それはそれとして、この奥側ですね、奥側に回ったところに、こういうちょっとこうくつろげるようなスペースもあって、何から何までね、プログラムでこう、あなたは個別、あなたは集団というふうに決めちゃうとちょっと息苦しいんで、こういうふうにちょっと一息つけるようなね、ちょっとこう地面に座れるようなところがあって、こっちがちょっとおもちゃがあったりとかして、過ごせる、ここにボールプールがありますね、こういうところでくつろげるような場所というのも確保してあるんですね。で、こちらがどちらかっていうと、小学校でいうと特別支援学級とかに行ってる子であって、もうちょっとこう程度の重い、特別支援学校とかに行ってる、このさっきの今ご説明した青のルート、こっちの赤のルートはどうなってるかっていうと、ここが曲がりまして、曲がりまして、この曲がって、ここに書いてあるんですよ、ルームが書いてあって、こうどん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 って、こっちに曲がります、ちゃんと線が書いてあると、こういうふうになっていると。で、こちらやっぱり多分立位ですね、立つことが難しいお子さんもいらっしゃったりとかするので、こういう床に寝転がっても大丈夫なカーペット敷きになっており、この奥側にですね、さっきと同じようにこう、集中できるようなこのついたてのある個室というのが準備をされております。さあ、で、このように来て、今度こちらが青なんですけど、つなげられるカードがあればつなげられてしまいます。どうでしょう。そうですね。このように、蛇の頭がくっついて体が続くようになりました。で、このゲームのルールなんですけれども、この後ろにですね、ここ今赤色ですが、これつながらないんですけど、もし仮にここにオレンジの尻尾が来るようなことがあれば、頭から尻尾が完成します。で、その完成させた最後のカードをめくった人が、その蛇をもらえるということになります。で、最後にこのカードがなくなった時に、どの子が一番たくさん蛇を、このカードを持っているかなということを競うゲームになります。じゃあ今度は私から言ってみましょう。こういうことで出てきました。じゃあどうぞ。黄色がつながりますね。紫が出てきたんですけど、これはどこにもつながらないので、ちょっと近くに置いておきます。数を考えてプレーをしているかなっていうのも、お子さんの発達段階を見極める上で大切です。このたくさん大きなヘビを取った方がいいということが、まだ分かっていないお子さんですと、こういう手元の方にあるね、ちっちゃなヘビの方を取ってしまったりします。そうではなくて、この大きい方を取れるかなというところがね、そのお子さんが先の見と、あの、自分が、この状今のこのゲームの中でどういうふうに動いたらいいか、考えているかどうかっていうのを見極める指標になります。こちらの、放課後等デイサービスのように、こう教室と、この路面が結構近いような教室も多いかなと思います。
お子さんが外に出てしまうとすぐに車とか自転車にぶつかってしまう可能性があるということで、お子さんが不用意に飛び出すということは絶対に避けなければいけません。こちら の法令でも当然のことながら、ここにですね、こういうふうな開けられないようになるロックが子どもの届かない位置にあったりとかするんですけれども、そういうところの対策はあるにしても、万が一こういったものが外れているとかいうケースもありますので、お子さんが外に出ようとするんであれば素早く止めなければいけません。ただそんな時に NG 例のように、言葉で止めようとしてもお子さんは止まってくれる保証はありませんので、すぐに指導員が駆け寄って、お子さんの後ろから止めようとするんではなくて、お子さんと、このドアの間に体を入れて開けられないように止めてから、注意をして戻ってもらうように指示を出します。